はいどうも、東京トニーです。今回は文月光先生の愛より青しのヒロイン桜庭葵を模写しました。キャラとしては世間知らずのお嬢様、おしとやかでありながらでも感情豊かにコロコロ表情が変わって主人公に甘えてきて少し独占欲がある、そんな女の子になっています。このシーンは表紙なんだけど、後期の絵で安定性があって全身が割と映っていて物憂げで魅力的だったのでこのシーンを採用しました。本家の方だとトーンが逆光で使われていて魅力的なので見てほしいなと思ったり、着物を着たキャラなので着物でどっちが前なのかをこれを見て覚えてください。左前は死に装束、左前は死に装束、左前は死に装束と言って死んだ人に使われるのでよくありません。着物の流れを描く作者の技術は圧巻でした。今回はこんなところで、いいなと思ったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。じゃあまたね。